グルメ情報や旅行の調べ物などをしているときに、ついつい複数のタブが開いてしまうことはありませんか？そんなときに、開いたタブをグループごとにまとめられるタブグループについて説明します。タブの一番右端の小さな三角ボタンをクリックし、タブグループを選択します。すると今開いているタブがこのように表示されます。これをグループ分けするのも簡単です。分けたいタブを選んで枠の外に置きます。関連するタブも同じところに置いていくだけでタブグループの完成です。それぞれのタブグループには名前を付けることができます。サイズを自由に変えることができます。小さくしてもこれをクリックすれば中身が見られます。この中の好きなタブを選べばグループが開きます。虫眼鏡をクリックして検索すれば探しているページが明るく光ります。タブグループを消したい場合は右上の閉じるボタンを押します。誤って閉じてしまった場合には元に戻すこともできます。また開いているタブを右クリックしてグループへ移動を選べば別のタブグループに移動することができます。エンジョイ Firefox Life。